完全にだってロッチブチ切れるよ。あかねちゃんか目的は。そういえばさあ、もう派手にやり合ってるのお互い倒れないから。あの戦争起きてるって。ちょっと全門の虎、後門のドタチン。あ、やばいのが来た。やばい。はい、どうもアニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのはジラララショー第11話、見ていこうと思います。はい、というわけで始まりましたデュラララですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、2期ももう11話ということです。はい、終盤です。はい、もう構想がバチバチに繰り広げられていて、結局のところトラマルとね、このブルースクエアおよびダラズのこの構想の火種っていうのは未だに消える気配がないし、まあかなり状況もぐちゃぐちゃしている中で、セルティだけが今のところ平和に動いているんじゃないかみたいなところだったりするんだけど、セルティを追いかけて青葉くんがやってきてんじゃないのみたいな流れになっていて、ちょっとどうしたどうしたみたいな展開になっているので、ちょっといろいろと気になるところではありますので、今回またどうなってしまうのか、まあなんか着地に向かって動いて行くと思うんだけど、その気配が見えないのが非常に不安ということで、どうなっていくのか注目していこうと思います。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。すさいてもまぶたを閉じても、なんかなんやかやあっという間にもうなんか最終話だな。最終話というか最初は一歩手前だな。噂話。さあ、いざやで青葉くん。青葉くんがやっぱり気になるところではあるんだよね。この作品ってさ、改めて考えたんだけど、割とカップリングが成立してるんだよね。だからそう、本当に正臣と咲ちゃんとか、帝と杏里ちゃんとか、ねえ、それこそ瑠璃ちゃんと春日くんと、あとは、イザヤとシズオみたいな感じで、カップリングが成立してるから、多分青葉くんにもその相手がいるはずなんだよな。さあ。イザヤがガチャガチャに暗躍してて、シズオも狙われてて、タイマー始まって、で、そうだ。トラマルの、ロッチの彼女さらえみたいな流れになってるし、なんかすごい不気味だよね、動きが。マジでマジでさ、あの、化け物語とさ、デュラララを割と交互に見てるからさ、あの、脳みそはち切れそうになるんだよな。あの、神谷さんのセリフというか、神谷さんのキャラクターの振れ幅で。さあ、赤林。ドゥドゥドゥ、ここが一番平和だ。なんやかんや聖域になってる。さて、ドタチンと戦ってる。何やカバディ？カバディ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 。さあ、拳同士がぶつかる。さあ。まあ、ドタチンかなり喧嘩強いよね。さあ、あと追いかけてみる。あれ？クルリちゃんじゃないよね。一瞬声が金本さんに聞こえたけど、多分違うな。ああ。ダラーズは？カラーギャングじゃないけど。あはは。さん。まあそうね。そっちに近いよな。秘密結社。うわぁ。これ悪いなぁ。さて、上近さん。本人に伝わることも分かってる。アサヤン。ウォウ！あ、あれが人さらい？出たわね。もう見つかっちゃった。うわ、結構な数で追いかけてんな。
でもなんやかんやダラーズの名を使って、わお、これ良くないよな。うわ、こんなことしたらもう完全にだってロッチブチ切れるよ。本格的に抗争になる。うわ、躊躇なくパンチ。うわ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 、そこら辺で悩んではいるんだけど、帝が。うん、できない。そうね、あくまで寄り合いだからな、組織じゃないから。やばい。お？え、あの人？あ、お、髪伸びたね。以前に前髪やられた人。わあ。最近入ったの？ああ。もう激ヤバ。うわぁ、袋にされちゃってる。あ？なんか吹っ切れた今。あら、聞こえてた。やばいな、くだらないやつ。あら、あー確かにそのために入るのはありだね。そうね、生の動いてる情報が、うん、ああ、いろいろと動いてる。あー考えてるな。あとめ。さて。よかったよかった。うん。
四季さん。でもその職業があんまり好きじゃないんだもんね。なんか社会的には悪いに属するかもしれないけど、悪い人じゃないからな、四季さんとか。わお。反撃はしない。反撃するのは好ましい状況じゃないっていうのも分かってるわけだもんね、しずちゃん。さあ、すごいな。ドタチンのが優勢だな、でも。うわ、持ち上げて。さあ、ここら辺の状況が。ちょい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 。さあ、だからあれが誰なのかなんだよ、イザヤのフリスタの人間が。さあ、派手にやり合ってるな、マジで。うわ、サバ折りってやつだ。いや、いってー、ベジータが気絶させる時のやつ。うん、そうなんだよね。語ってるよね。まあ、それもそう。え？何？テロなの？あ？爆破？え？あ、さらってる？フラッシュバンだ。あ、スローオンだ。そうかそうか、待機してたってやる。そうか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 、そうか、あかねちゃんか、目的は。そういえばさあ、すごい歩いたね。ただごとじゃないよ、この状況。あ、さあ、もう派手にやり合ってるの、お互い倒れないから。傷だけが深くなってくる。ドゥララ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 が多い。あ、やばい、気絶しちゃってる。大丈夫？アンリちゃんが来たってことは全員は。うぶね。ああ、また前髪がすごいスッキリしたね。ゴチンと頭へゴチン。よかった、アンリちゃんの戦闘力が高すぎる。サイカの経験が強すぎるな。よかった。いや、でもそれよりやっぱり神近さんたち。
さあ、バローナ。わお。やばいな、敵の都合のいいように動いてるな。やばいな、マジです。戦闘狂人見てるな、バローナ。うん。音楽がめっちゃいいな。マサオミも動く。さあ、けどこれ時すでにお寿司にならないかな。さて、すごいね、お互い。そうね、ジョーカーだから。ただやばいよ、あのダラーズがやばいことしてるから。そうそう、統一された組織じゃないからね。いいなあ、なんかでもそういう、え？拷問コンビ。一番強いからな、ドタチンがなんやかんや、そうなってるだけで。覚えてない。あぶね。僕と？どうせ？え？カブト割り。何それ？わお。獲物使えばめちゃめちゃ強いタイプ？そうかそうか。使わずにやってドタチンと互角か。わーお。合わせて10人だ。あ？ああ、一番最低、ほんとに。ロッチ暴れちゃうよ、本当にブチ切れて。ねえ。もうアンリちゃん動いてる。え、バローナ、ガチ殺し屋が出てきてる。
いや、やばい、それフラッシュマンじゃない、それ。ちょっと、戦争起きてるって、ちょっと、構想の一個上、何、ショベン？あ、湯崎さん！あ、やべえ、それ、油？あー、仲間たち！なんだっけ、カスタードだっけ、なんだっけ、カスタードたち！あら、ブルブル。湯崎さん。湯崎さん、なんで心強いんだ。あ、やばい、それやばいって。良い子、悪い子も真似しないでほしい。危ないから。見学してたんだ。あ、やばい。徳沢さん、大暴れ？あ、違う。トラマル？さあ、脳天勝ち割るぜ。うん。もう完全にロッチブチ切れだよ、これは。だいぶ意識持ってかれてる？ふらついてるけど。うわ、それも受け入れてる。寄生虫。その表現を使うんだね、まだ。いいよ。あ、もう全門の虎、肛門のドタチン。やばいね。すっごいざっくりした説明だから大丈夫？猫くん。一発いかれてる。いや。一番大事なところ。一番大事なところ聞き逃したね。さあ、目が赤い。サイカの噂を聞いてれば。あ、やばいのが来た！やばい、怪獣が来ました。すいません、怪獣来ました。化け物でもなんでもない怪獣が。うかつに手出せない。ていうか、バイク持ってきてるの何が起きたの？かわいい、かわいい。セルティがセルティ、確かに。そうか。そうかセルティがセルティすぎる。なんでセルティ周りが常に聖域なんだ。でもちょっとバローナがちょっと、なんか、ご希望の選手入場しましたけど大丈夫ですか？バローナさん。怪物を超えた存在が出てきて。人間の形をした怪獣が出てきたんですけど、大丈夫ですかね。やばい。怪獣、やばい。化け物 VS 寄生虫 VS 怪獣になってしまう。やばい。ちょ、おかしいことになってしまうぞ、これ。辞任がおかしい。うん。まあ、バローナ人間か。いや、とんでもない展開になってきたな。でもなんか、オチがつきそうなのがすげえ。オチがつきそう。いや、なんか、湯崎さん出てきただけで安心感がすごいの、なんでなんだろうね。なんかやってくれる気がする。でもそのやってくれるはやらかすにかなり近いんだけど。でも尾崎、なんか四季さんはなんか尾崎さんを睨んでるけどどうなんだろうね。でもスローンとイザヤが繋がってるんだよ。青葉くん。青葉くんは肝心なところ聞き逃したけれども、写真でなんとなく、サイカの噂を知ってれば、目が赤くなってることに怪しむはずなんだけど、どうなんでしょうね。さあ、最後。何これ？何なん何時をたまにする。さて？あ、池袋味わう？さあ、ゴールも動いてる。わ。さあ、どうするこれ？決断するぞ。
というわけで見終わったわけなんですけれども、いいですね、いいですね。面白いな、この作品は。いいよね。なんか抜け感がいいよね、この作品。なんか、シリアスになりきらないというかさ、結構やっぱりリアリティラインの高いシリアスがあちこちでこう展開されたりとかして、ちょっと生々しくて心痛くなるよね、みたいな。なんか共感しちゃってちょっと辛くなるよね、みたいな。そういうようなのちょっと不安みたいな、チクチクした部分みたいなものをしっかり刺激はしてくるんだけど、なんかセルティとか静雄がいる限り、なんかちょっとやっぱりコミカルになるから、なんか抜け感があるよね。なんかこうシリアスになりきらないみたいな。そういうところがいい。あ、これってアニメなんだっていう風に思える。なんかもう本当に身近な出来事のようにこの構想を捉えてしまいがちではあるけど、やっぱり静雄とかセルティを見ると、あ、そうだ、この作品あのアニメだったんだって思わされるね。あ、いいよね。セルティのキャラクターがめちゃくちゃいいし、なんかセルティの声優さんを沢城さんにしようと考えた人は本当に素晴らしいなというふうに思います。沢城さんも素晴らしいし、キャスティングをしようとした人も素晴らしい。でもどうなんだろうね、改めて見て思ったけどさ、なんか沢城さんのキャラクター全員いいなっていうふうに思ったりもしたけど、なんか僕のやっぱりなんかね、推測が一つ立って、なんかもしかしたらなんか扱いに困るというか、あの脳内再生しにくいキャラクターをとりあえず沢城さんにオファーかけてるんじゃないかっていう説が若干出てきたりとかもしてるんだけど、うん、すごいよな。でも、あ、でもまあオーディションなのかな、わかんないけど、うん、なんかとりあえずなんか困ったら沢城さんがなんか体現してくれる、うん、キャラクターに命を吹き込んでくれるみたいな、そういう感覚になりつつあるな。なんか改めて思うとこう見てるとさ、あ、すごい思う僕は。これからだから脳内再生に困ったキャラクター出てきたら沢城さんボイスで脳内再生しようかなっていう風に思いつつある。セルティなんて絶対難しいじゃん。うん、それこそだってさ、いくらでも脳内再生しようのあるボイスっていう感じだと思うから、原作とか読むとね。うん、やっぱりさ、なんかデュラハンでやっぱり顔もはっきり見えてないわけでみたいなところで、どういう風にするかなんて自由自在なのに、こんだけぴったりアジャストしてくるっていうのは本当に素晴らしいなっていう風に思う。なんか凛々しくもありながら可愛い一面もあるっていうさ、素晴らしいな。やっぱり声優さんって素晴らしいですよね。うん、改めて化け物語、物語シリーズか、化け物語ってなんだ、物語シリーズの感想でも話したけどさ、やっぱり声優さんの声からさ読み取れる情報って非常に多くて、なんかそれがやっぱりすごいな、なんかよく見るなっていう声優さんほど多いんだよね、情報が。うん、だから見てて楽しいし、そんなやっぱりコミカルな雰囲気もありつつ、カバディって言えないっていうコミカルな要素もありつつ、やっぱり静雄も出てきたりとかで、やっぱりね、なんかどこかやっぱり楽しいんですよね、この作品。お祭り感というか、まあ静雄が出てきたということはあのお祭り終了なんだけど、うん、縁も竹縄ではございますがと同じだから、うん、静雄びっくりしたわ、あの出方本当に。何あれ。おかしいでしょ、おかしいよ。危ない出方ですらバイクは乗るものだと僕は思ってるんですけれども、あの担いでやってくるおわ男なんてもう怪獣しかいないから、うん、興味なかなかいないだろ、あんなキャラクター。創作物でも見ない。ドンドン。おかしい。あー、やっぱり静雄は素晴らしい。さすが静雄、やっぱり俺の男だ、俺のスーパーマンだみたいなところであるんですけれども、もう本当にね、パーティーは終わりなので、静雄が出てきたということは全員鎮圧です。はい、居酒屋とかで会をやってね、飲み会とかやって、困ったら皆さん静雄を連れてきましょう。うん、幹事の皆さん、あれがもう合図だから、終了の。もうあれも縁も竹縄でございますがと同義なんで、静雄がバイクを担いで出てくるっていう。相当怒ってるのかな、あれは。どうなんでしょうね。ピコ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 鳴ってんのはどこだってなって、やってきたのかな。うるせえ、携帯がうるせえから来てみたぜ、みたいな。どうなんだろう。うん、数分前にやってきたわけなんだけど。まあでも、バローナとね、アンリちゃんがどうなるのか、数分前ってことだもんね。あ、違う、数分前に、あれか、セルティがカバディやりたいな、ぐらいに思ってたりもしたんだよね。で、静雄呼んだのかな？どうなんでしょうね。セルティのやっぱり呼びかけなら静雄は答えてくれそうだけどね。いや、でも、やばいぞ、あの状況に静雄を放り込むっていうのは。バローナが分からされてしまう。本当に。怪物、討伐、楽しいです、皇帝です、みたいなこと言ってたけど、本物が出てきたから。人間かつ、人間を超越した人間が出てきてしまったから、本当に。怪獣。怪獣と同じ。旅力がだって、怪獣を超えてるんだもん。おかしいもん。ぶっ飛ばしてるから。まあ、池袋を堪能していただきたいなというふうに思います。まあ、池袋名物でもあるよね。やっぱり池袋に来たら一発静雄にぶっ飛ばされるっていうのは、多分、観光名所にしてもいいんじゃないでしょうかね。やっぱりさ、池袋来たら何する？みたいな。何サンシャインシティ、ちょっとオタクのなんかコスプレロードみたいな、そういうことを考えつつあるんだろうけど、やっぱりね、一番の観光スポットといえば、やっぱりさ、新宿来たらさ、とりあえず静雄に一発ぶん殴られないみたいな、そういう観光スポットにするのはいかがでしょうかっていうところで、バローナさん、しっかりと味わっていただきたいなというふうに思います。殺し屋が出てきちゃってる。すご
ごいことになってるんで、ちょっと次回ど、まあ、とりあえずオチはつきそうなので、どうなっていくのか楽しみにしていこうと思います。以上、デュラララショー第11話でした。バイバイ。面白すぎんか？